どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのはパピヨンの春ちゃんと、画面に映ってるかな、夏おいで。はい、夏ちゃんです。はい、今日は、パピヨンのね、久しぶりの、犬種紹介をしていきたいと思います。はい、というわけで、パピヨンっていうとね、どんな犬種ってもう見ていただくとね、もうパッと見すぐ分かると思うんですけど、この優雅なお耳ね、名前の由来にもなってます。あの蝶々みたいにね、あのふさっとしたお耳から、パピヨンっていう名前が来てますね。で、このね、パピヨンの子たち、今見ていただくとね、もうすぐ分かると思うんですけど、もう尻尾の毛もそうだし、お耳の毛もそうだし、優雅で長いですよね。はい、というわけで、ブラッシングがね、絶対に必要な犬種ね。ブラシをかけていかないと、この優雅の耳が、一瞬でね、毛玉になりますね。本当にね、耳の後ろにね、ガチって眉みたいに固まってくっついちゃうんですね。なので、もうちっちゃいうちからね、ブラッシングは毎日かけてってあげて、でブラッシングかける時も、無理やり押さえつけてやると嫌になっちゃうので、必ずね、おやつを食べさせてあげながら、いい子だねってブラッシング鳴らしてあげたりとか、ね、嫌がらないようにちっちゃい頃から短い時間で済ませてあげてってやっていくと、まあ、ブラッシングもね、嫌がらないでやらせてくれるようになってくると非常にね、いいのかなと思うので、ちっちゃい頃からね、ブラッシングは心がけてやるようにしてみてください。で、あとね、見ていただくと分かると思うんですけど、この前足、この細い前足ね、後ろ足もやっぱり細いんですけど、脱臼とか骨折のしやすい犬種になってくるのかな。多分関節系がね、細いから、ちょっと泥棒さんね、関節系がね、どうしても怪我しやすいんですよ。なので、この子たちは本当はね、あんまり、走ったりとかっていうのさせない方がいいことはいいんですけど、お家の中、まあ、走るのには問題ないんですけど、厳密に言うと飛んだり跳ねたりっていうのはやっぱり問題なんですよね。どうしてもこの子たちってものすごく明るくて元気な性格なので、まあ、お家の中でもね、走ったりとかソファーに飛び乗ったりとか飛び降りたりってやるんですよ。なので、お家の中でね、あんまり走られたくないので、朝晩しっかりお散歩に行っていただく、これすごい大事ですね。お散歩にしっかり行ってあげれば、お家の中でもおとなしいんですけど、今度、お家の中でね、エネルギー持て余すと運動会されますね。例えばフローリングとか滑り床のところで遊んだりとか、まあ、ところ構わずワンちゃんたちどこでも走るし、高いところからでも飛び降りるので、本当にそのなんだろう、怪我だけが怖いかな。なので、朝晩しっかり、お散歩に行ってあげるっていうのと、お家の中でダーッて走らせちゃうくらいだったら、例えば引っ張りっこでもいいし、滑らない床のところでボール遊びでも構わないので、遊びは指定した方がいい子たちなのかなっていう感じはしますね。あとね、これはね、別にパピヨンにね限ったことではないんですけど、この子たちね、口のこの顎がね小さいので、まあ乳歯がね抜けきらない時もあるんですよね。ずれて生えてきちゃったりとかね、まあずれて生えてきちゃう時には避妊とか、去勢の手術の時に獣医師さんに言うと、その時に抜いてもらえたりすることが多いのかな、きっと。で、まあ、小さい顎が小さいので、歯磨きはね、必要な犬種にはなってくるので、歯磨きも大きくなりました、なんかうちの子口に酔うよねって言った、その時に歯磨きをしようっていうのではやっぱり遅いんですよね。いやいや、嫌がりがやっぱりこう結構激しく出ちゃうので、ちっちゃい頃から歯磨きをどんどんしてってあげて、まあ、歯もね磨けるようになってくると、お口の匂いもだいぶ違ってくるのかなとは思うので、まあ、どうしてもね、まあ、歯石っていうか歯垢、まあ、そういうの溜まってきちゃうのはしょうがなくて、まあ、時々ね、獣医師さんの方に取ってもらうっていうのが必要になってしまうことはあるとは思うんですけど、まあ、ただね、なるべくであれば極力ね、自分たちで、まあ、できるところまでやる、もしくは先送りにできるってなってくると違ってくるので、そんな風にしてね、接してもらえると楽しくね、長い時間一緒にやっていけると思いますので、ぜひね、皆さんもパピヨンちゃん買うことがもしありましたら、そんな風にして接してみたらいかがでしょうか。